クラウンセダンの見積もりしていこうかなっていう、ああハイブリッドがなんか違うハイブリッドらしい。19,800 も出してる場合じゃないやろ。モデリスタでやろうか。セカンでーす。今日なんすか。昨日発表された、はいはい、クラウンセダンの、あー、クラウンセダンね、はいはい、見積もりしていこうかなっていう。あー、なるほど。何歩ぐらいだよな。それをちょっとやっていこうかっていう、はい、それをちょっと、まあ、どう変わったのかとかね、オプションがどうとか ね、いくらぐらいなのかとかね、分かればいいよね。まあ、クラウンセダンも欲しいけどな。まあそういうのやっていきましょうか。はいですね、まあせっかくなんでパソコンでこれ見てもらってるんですけど、一番右側の見積もりシミュレーション、はいはい、クラウン Z ハイブリッド 2.5 リッター CVT ニック FR 定員5名、モード WLTC モード18キロ、1リッターで18キロ走るってこと。これやったら総額746,4870円。740万円いい。これほんでもう1パターンあるよね多分。ブレードを変更するで水素の方なんかな。あ、こっちだと830万円でも Z しかないんやな、はい、やば、846,270円になりました。水素はちょっともう普通はありえへんから。普通はありえへん。まあこっちっすね。ハイブリッドがなんか違うハイブリッドらしい。あ、そうなん。マルチステージハイブリッドっていう、ちょっと違う。え、今のより、はい、2つのモーターを使用したハイブリッドシステムに油断ギア4速の自動変速機構を組み合わせることでエンジンとモーター両方の出力制御が可能になる。そうなんや、はい、これそれは一応クラウンのこの Z のグレードが1個しかないから。そうですね、まあ、ハイブリッドやったらこれでしょ、水素以外やったら、はい、でまあ僕はボディからまあ一番目に人気のプレシャスブラックパールプラス55,000円って書いてあるのをね選ばせてもらいたいと思います。優勝かね、金取るんかい。だってこれ今さ見とったらさ、マッシブグレーやったら0円なんや。それ以外全部55,000円も。一番右のマッシブグレーだけ車両本体価格に入ってある。でまあインテリアカラーインパネが黒か茶色かミッドブラウン、本革のブラックか本革のミッドブラウンか、まあ黒でしょ。まあでもこれミッドブラウンの方が人気ってこと？ 1 って書いてあるから。そうですね。No、こっちの方が人気ですね。はい。俺は黒派かな。じゃあまあ、僕はもう外装色も黒で、内装色も黒で、当たり障りない男なんで、はい、それで注文したいと思います。オプションを選択するって何？あ、結構いろいろ出てきた。はい。何これ？エクステリア。外装から。とりあえずパノラマルーフはいるでしょ。おー、メーカーオプションの電動ロールシェード&挟み込み防止機能付き。屋根はいるでしょ絶対。売るとき帰ってくるでしょ屋根ついてる方が。あ、そうなんですね。うん、やっぱ。で次ブラックパッケージって何。メッキのところが漆黒メッキになってるらしくて、うん、え、それが19万8000円もするの。メッキがちょっと黒い引き締まった感じ。これいる。いや、19万8000円結構するよな。そう、メッキの色変わるだけだよだって言うたら。メッキ、はい。まあ、いらんのちゃう、ちょっと高いな。サイドバイザー、いらないです。モディリスタ、エアロパーツ、どうなるのこれ。ああ、こうなるよ、フロントと。リアも羽、トランクの上に羽みたいになって。モディリスタのエアロか。僕でも個人的にはセダン系にはモディリスタのエアロつけたいんですけどね。基本的には。ただ、新しいやつってなんかエアロが左右独立型があんねんか。例えばフロントバンパーのところに普通1本もえ、はい、やのにこう1個2個みたいながついてる。この後ろで言えば右左みたいな感じだと思うねんな、はい、それが俺ダサい気がすんねんけどな。普通1本もんじゃない。それが慣れてくるんか分からんけどな。333,300円、結構するね。これちなみにブラックパッケージはアルミも黒になるんや、ブラックパッケージは。じゃあモデリスタのエアロいらんからブラックパッケージにしようかな俺。そうするわ。おお、俺はモデリスタのエアロなしにしてブラックパッケージね。ほんでミラーガーニッシュ、ミラーが樹脂プラスメッキになると。なんぼやね、17,600円。え、21インチアルミホイールタイヤセットってどういうこと。え、でもさっきもかっこよくなかった、ブラックメッキみたいなのして。そうですね。あ、同一箇所にオプションを複数装着しようとしています。オプション選択画面で、あ、そうやな。あ、やっぱりそう。それはもうブラックパッケージでいいんじゃないですか。ちょっとサイドエンブレム王冠いらんやろ。
まあナンバーフレームちょっといるような気するけど、ナンバーフレームって前と後ろで独立してんの、ひどいな。前だけとかないやろ、どう考えたってお前、はい、前後ろつけとこうか、まあ、5500円やし。プロテクションフィルム、これな、俺な黒の車やから欲しいんやけどな、でも見た目ダサなるからな、だから僕はつけない、これ外します。でまあリアバンパーのプロテクションフィルム、これもね、リアバンパーのところトランク開けるでしょ、荷物積むときにリアバンパー当たるから保護シールつけとけやというやつなんですけど、僕ねこれねゴルフクラブ結構上げ下げするんでね、いらないです。あ、いらないかしっかり上げてから下ろします。まあ内装いってみようか、インテリア。はい、うわめっちゃいろいろある。一応使用セット115,000円、いらん。まあフロアマットエクセレントタイプ、どんなん、クラウンってロゴアップ、メタルプレート、生地アップ、これめっちゃいいはずやで。エクセレントタイプやな。そうですね、高ないフロアマットお前家の絨毯張りに寝れんで、マジこれ。ラゲージマット、これを別、トランクのところの車両本体価格に次々上乗せされていくやんやばないこれ。でも同じ金額なんやったらラゲージマットじゃない、あ高級感あるやんからさ、今につけとこうか。俺は今回フロアマットのエクセレントタイプとラゲージマットのベーシックタイプ、はい、でヘッドレスト、ピロー1台分2個、いらんやろ。ハーフシートカバー、これ昔のタクシーの運転、タクシーな、クラウンやな、タクシーでしょ絶対、めっちゃタクシーやな安全ドライブサポートクッション、うわ俺腰痛いからな、欲しいんやけどな、ちょっとあれやな。 IR 赤外線カットフィルムスモーク、あーもうでもこの辺なったら高い。え、どこなんこれ、後ろだけ、これ後からちょっと自分でつけるわ、業者に言って自分で、もう高い。もうだから僕はここのページではラゲージマットとフロアマットのエクセレントタイプだけ、はい、はい、次ロックナット、わーまあそうやな、ロックナットはいるやろな、タイヤ取られたらだるいもんな。そうですね、いるやろ。ナンバーフレームやったよね、もういっぱいあんねんなこれ、ゴールドで、あのナットがゴールドとか、もうカーカバーとか全部いらないですこれね、ジャッキ、レンチ、もう全部いらないです。もう次々もう節約していこう。ネオ G チャイルドジュニア、あジュニアシート、138,600円。次いきます、エレクトロニクスいきます、次の方いきます、はい、デジタルキーなんですかこれは。スマートフォンに専用アプリデジタルキーをインストールすることで、スマートフォンを車のキーとして、おおこれ絶対いるやんな。アプリの画面を操作してロックアンロックが可能になることに加え、アプリを起動したスマートフォンを携帯していれば画面操作、絶対いるやんなこれ。高ない、鍵買ってる感じこれ、はい、高いな。プロテクションカーテシールミ19,800円。フロントドアのカーテシランプからクラウンのシンボルマーク、俺黙れよ19,800円も出してる場合じゃないやろお前。もうリモートスタートとかいらんもん、全部いらん。もうあのデジタルキーだけ、このはい、ナビ、オーディオ、ETC え、これ何これ、あ、もう HDMI 入力端子だけ、いるかいらないか、これでもいらんのじゃん、そんないらないですな。次、ナビオプションなかった、なかったじゃあその他、なかった。じゃあエクステリア戻りました。これでいったらなんぼだよ。オプション選択を確定する右下のところね、押してみますよ。はい、プレシャスブラックパール 55,000円。これね、オプションなんぼやの最後に聞かれてるから確認していきます。はい、色はもう黒ね、はい、ハイブリッドで、僕のはプレシャスブラックパール 55,000円、ブラックパッケージ198,000円、ブラックパッケージ、パノラマルーフ110,000円、ミラーガーニッシュ17,600円、ナンバーフレーム前後ろ3,300円、2,200円、ラゲージマットフロアマットホイールのロックボルトデジタルメッカキーこれおかしない、オプションで52万もいったぞマジこれ、支払い総額7,932,370円になったけど、えぐいな。税金諸費用109,000円やったら、まあ新車で買ったら3年あるから、車検とかもそんなもんなんかもせえんけどな。え、分割払いにしたら金利とかもかかるから、またこれはもうログインしてからですよと。ログイン後に販売店を選択して以下の情報をご確認ください。ありがとうございました。でも金利とか合わせていったらもう800万円やん、こんなん俺が欲しいと思ったら。まあそりゃサンルーフつけずにいいとか、ブラックメッキとかせんでいいとか言っていったらさ、何もいらんっつったら730万かもしれんけどさ、無理やろ。何か欲しいですよね。
これでも我慢した方じゃないですか、なんか。そうやな、モデリスタつけてないしな。はい、もうちょっと安くして。まあ注文した人はいつ頃来るんかとかまた教えてください。チャンネル登録といいねお願いします。じゃあねー。I just wanna give you all I can. There's something about you, baby, and I can't get enough. There's something that you give me.